今日の話は夜妊娠しましょうという形ですね。睡眠と妊娠の関係についてお話しします。しゅうちゃん、はい、泉先生なら今ちょっとリラックスした顔してると思わない？そうですね、うん、お昼寝してちょうどね、じゃあ撮影しようかって話になった話なんですけども、なんか睡眠ですね、眠るってとてもいいっすよね、本当眠るってこれめちゃくちゃよくって、これ皆さんちょっと眠る条件ですね、整えていく話をしようかなと思います。で、体質改善の第一歩はやっぱ食事と睡眠なんですよ。今よりよく眠れるような体になるっていうのがもうとにかくもうめちゃくちゃ大切だと思っといてください。眠るとまあ妊娠しやすくなるとか成長ホルモンとか出るしね、いろいろとその整うっていうところなんですけども、副交感神経ってわかる？わかります。副交感神経ってあると思うんだけど、夜寝てる間ってさ、すごい開くんですよ基本的に。だから手足あったかいじゃないですか、うん、そういう状況ができるとなんかこう大掃除系もやってくれるし、その時に卵育つって先生は思ってます、うん、ね、その時に卵巣の毛細血管とかが開きやすくなって、その時に卵を開くってこれおそらく間違いないんじゃないのかなっていうふうに思ったりしますので、眠れる価値っていうものをぜひ考えていただけないかなというふうに思います。やっぱりこう眠るにはって話になるんですけども、夜起きちゃう時って子宮じゃない？あります。あるよね、夜起きちゃう時で、そうですね、時計があって、先生はもう8時半ぐらいから寝ちゃうんでね、意外と2時ぐらいに起きちゃうみたいな感じのところがあるんだけど、なんでこんな早く寝ちゃうんだ、この辺ですらもうちょっとこの辺になるんでしょうけどね、そういうずっと生活してるんで眠くなっちゃうんでね、しょうがないんですけども。子宮ちゃん何時から寝る？子宮ちゃんはやっぱり12時過ぎないと寝れない。なんで？ちょっともったいなくて。そう、怒る人いないですね。他に寝始めたそうって話になってきて、例えば起きちゃう時って何時ぐらいに起きちゃうの？3時とか。3時ぐらいだね。ここチャッチャッチャッチャって時計が進んで3時ぐらいに起きちゃう時、何が起きてるかっていうと、これが頻回に起きる人は読んでみて、低血糖。そう、低血糖が起きちゃうっていう形なんですよね。低血糖が起きちゃうもんで、副腎、これ2つあるんですけども、副腎さんが糖を出す感じになるんですよ、ね、この時にやっぱ低血糖やばいから生命の危機なので、あ、血糖値上げなきゃっていう形になってきて、副腎が糖を出すっていう形になるんですよね。でそうなるとこの時にね、交感神経が緊張する形になるんですよ。交感神経緊張するっていう話になると、さっきと逆じゃない？卵巣の毛細血管閉じてしまうって話になりますよね。逆に言うとね、そういうことね。そう、交感神経が緊張すると糖を出して、低血糖が起きるために交感神経緊張させてしまうと、やっぱ体がアクセル負荷したような状態になってしまうから、交感神経緊張したまま起きてられる人っていないんですよね。だからやっぱ低血糖が起きてるんだなっていうところはちょっと予測できると思ってください。さあ皆さん手を挙げてください。夜中どうしても起きてしまう方ですね。特にお酒飲んだ時とか夜中起きる人が多いかなっていうのは、お酒飲むと低血糖起きるだろうね、そういうことが起きるんだなっていうところをちょっと覚えておいてください。血糖値を上げるために交感神経もセットになって上がってしまうっていうところがポイントになってくる感じですね。低血糖対策しようよっていう形になります。軽度の方は寝る前にちょびっと蜂蜜を飲むです、舐める感じでいいと。行くとこれが意外と長いことある程度安定して血糖値を高くしといてくれるもんなんで、低血糖が抑えられるっていう形になります。もう一つがこちら副腎、これがねアップするってことは、低血糖もそうなんですけども、その安定して血糖値が出せない状況だっていうふうに思っておいてください。副腎君が安定して血糖値をこう出すことができないっていう状況が起きてしまっているって形なので、体自体が交感神経に寄ってるというふうに思っておいてください、ね、これ、ね、交感神経っていうのはこう東洋医学で考えていきますと、やっぱり体に固定化されていくんですよ。緊張された状態っていうのを体に固定化されて、なんかほら交感神経に緊張しやすい体になってるっていうふうになってるというふうに思っておいてください。
特にやっぱり背中、多裂筋っていう脊柱起立筋みたいなところが張ってる人とか、肩が張ってる人とか、呼吸が浅い人とかですね、手足がつりやすい人とかって、そういう人とかって、まあ、手がつる人いるよね、ピンとなっちゃう人とかでいるから、足なんかつる人いるよねこの時期ね、うん、そういう人っていうのは基本的にこのスイッチが入りやすい体になってるっていう形なので、ここはやっぱりこのゆるゆるいきましょうよという感じです。来てくれるバッチリなんですけども、まあそこら辺のね、体自体に刻み込まれた今まで頑張ってきた体の緊張っていうものをしっかりと取っていただくのがまあいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。そういうことをやっていくと、まあこれらをやっていくと、まあ大体ですね、いけんじゃないのかなというふうに思います。これでも治らなかったらやっぱ根本的な体質改善が結構必要になってきます。だからお酒とかちょっとやめてもらうようになっちゃうかなというふうに思います。ちょっと長い話なんで言いませんけども、腸内環境みたいなのも整えていくっていうのも必要になってきます。こういう場合はね、そこら辺から攻めていけばバッチリね、妊娠体質になれるんじゃないのかななんていうふうに思っています。はい、しくちゃん、はいはい、じゃあ今日のまとめよ。ちゃんと寝れないと、うん、卵巣の血管が閉じちゃうかもしれないので、はいはい、ちゃんと寝るのが大事だから、なんか途中で目が覚めちゃう人は低血糖対策をしよう。そうですね、素晴らしいと思います。低血糖対策として寝る前蜂蜜結構おすすめですよね。だから消化に負担かかるからどうかなと思うんだけど、玄米なんかも意外と長い間血糖値って安定させるって形なんでね。ただやっぱ寝る前食べると消化悪いからね、うん、こういう人は消化良くないんですよ。交感神経緊張やってるから、うん、そんなもん食べちゃうとやっぱり余計良くないかなっていうふうに胃腸に負担かかってしまうって形になるんでね、まあ蜂蜜でいいんじゃないかなっていうふうに思います。あ、だこれみんな蜂蜜はね、糖類とか入ってるやつダメですよ。安いやつダメですね。だからなんとか養蜂場みたいなさ、そんな感じのじゃなくてもいいから、ちょっといいスーパーに行くとさ、なんかもう純粋な蜂蜜って売ってるじゃないですか。そんなすっごい高いのじゃなくてもいいけど、そのすっごい安いのじゃなくって、混ぜ物がないやつをぜひ選んでいただきたいなと思います。あとはもうやっぱり体緩めるっていう形ですね。これがやっぱりとってもおすすめになりますね。ぜひこれ2つで妊活取り組んでみてください。